はい、以上です。今回なんですけれども、クレステッド血行の掃除をしない飼育スタイルっていうのをご紹介していこうかと思います。まあ爬虫類とか規模を飼育しているとメンテナンスをねしなくちゃいけない、お掃除をしなくちゃいけないっていうのは当然のことですけれども、その頻度を下げるっていう考えでいいかなと思います。テスト期間を何ヶ月か設けたんですけど、掃除は正直してないです。はい、しなくても賄えるようになったという飼育環境になってきます。やっぱり数抱えてるとね、掃除をする時間すらも早く時間短縮したかったり、時間の方を有効活用したいっていう風に考えた結果、掃除をしなくていい環境を作ればいいんじゃないかっていう結論に至ったわけです。でもそれを紹介していくわけなんですけど、まあ必要なものが結構ございまして、まず絶対的に必要なのがわらじ虫とダンゴムシになってきます。この子たちにかかってると言っても過言ではない。で、今回このわらじ虫とダンゴムシご用意したんですけれども、バグバグバグズさんっていうショップさんにご協力をお願いしました。まあいろいろとねご相談させてもらって、クレスの糞とか尿酸とか残り餌とか食べるような子をチョイスしてもらったって形になります。もちろん試験的にねテストしてみたい種類っていうのも導入をねさせてもらったわけなんですけれども、やっぱりメインどころで言うとダルメシアンわらじ虫、そしてクマわらじのオレンジ色の子たち、ちょっと見づらいですけどマジックポーション、この3つの種類をメインに回していこうかなと。うちでは正直試験的に細わらじ虫系ではもういい結果出ております。なのでわらじ虫ダングムシの種類を変えてやろうっていうところで、まだ結果はねテストしなくちゃわからないのがパンダキングとホワイトシャーク、いわゆる腰広ダングムシ系かな、この辺はテストして見ていかなくちゃいけないっていうところで呼びさせてもらったって感じです。目に見えて結果が出てくるっていうのはもうダルメシアンオレンジのクマでマジックポーションって感じかなと思います。この子たちを用いて今から飼育環境を整えていこうと思うので、必要なものとかもねこれから紹介していくんで、気になる方はこのまま見てもらったらいいかなと思いますし、ただしやっぱりその生き物を扱っていくわけなので、環境が合わなければやっぱりわらじ虫ダンゴムシも状態悪くなっていくと、必ずしもこの環境が皆様のところでいい環境になるってことは言い切れないので、あくまでも参考としてこれから見てほしいなと思います。では必要なものから紹介していきます。まずメッシュボード、セリアに売ってます。これが必要になってきます。でニッパーでねここつまんでたら切れるので、今回はこちらのケースを使うので、そこに合わせてこれカットしました。1列ずつカットしたものになります。そうするとこのケースはぴったりはまるよって形になっていきますと。他にもまだまだいるんですよ。わらじ虫とダンゴムシに必要なものをここから詰めていくって形になっていきます。まずは床材ですね。園芸用品で売ってるもの、いろいろもう混ざってるのをうちは使っちゃってます。うん、バーク堆肥が一応入ってるやつにはしてるんですけど、まあ、こちらを入れると。で、ダンゴムシ、オラジムシに必要な、まあ、カキ殻、まあ、有機石灰って呼ばれるもんですね。そちらも入れていきます。ほぼ適量やけどね。って感じで入れていく。で、ダニとかね、湧いてほしくないんで、いわゆるクンタンってやつですね。少量を入れていくと。あとはシンプルにもこれ混ぜちゃいましょうって話ですね。でもちろんこれだけで終わりじゃなくて、しっかりと水含ませてあげてください。結構ねこういうケースって通気よくできてるんで、しっかりと湿らせてあげると。で水苔入れていきます。まあ、水苔は一部分って感じですね。うちは水苔を一部分入れて、言ったら湿ってるところで、これってラック管理しちゃうので、こっちが奥側、ラックの奥側で、こっちが空気によく当たる光が入る方ねって形でやってるの で乾燥してくるのは手前からなんですよ。乾燥してるところをやや乾燥気味湿ってるっていうのを作るために水ゴケをこうやって入れておりますというところです。そしてまあうちは、まあ、コロニーになるかどうかって言ったら怪しいですけれども、木炭の破片ちょっとこういうのも埋めておきます。まあ、微生物のコロニーになればいいかなぐらいの、うん、こういうね炭のカスっていうのはうち結構手に入るとかね、まあ、仕事柄結構無料で手に入るのですぐに用意できちゃうんですけど、全然欲しい方いたら言ってもらったら送りますんで、はい、そんな感じです。それぐらい量あります。まあ、こんな感じで入れた後に最後仕上げとして一応ね軽くですよ、腐葉土だけ入れておきます。まあ、うちは一回乾燥させてしまうんですけどね、こういう風に。で腐葉土に水かけて、でここから大事なこのわらじ虫を入れていきます。まあ、何匹ぐらい入れるかっていうのは人それぞれなんですけど、うちは一旦10から15ぐらいを目安に入れていこうかなと思います。でまあこうやってね、まあ、用意してる間にいろいろとねご説明しようと思うんですけど、メリットデメリット必ずあります。まあ、メリットの方は残り餌とか糞とかをこの子たちが分解してくれること、これものすごくメリットかなと思ってます。うん、なので掃除いらずって言えば掃除いらずになるんですけど、
まあ、デメリットの方としてやっぱり乾燥する前に霧吹きとか水をやってあげる必要があるということ。そしてまあ場合によったり時期によったらここに小梅が湧きます。まあ、その山を越えれば湧かなくなるんですけどね、あそこまでの小梅があってね、なんかわけわかんとこから小梅って入ってくるもんなんですよ。でも山を越えれば減ります。まあ、ここがデメリットぐらいかなと。あとはもうこの網かぶせて環境は出来上がりという形になります。うちはもうね細わらじ虫系ですけど、それでテストしていて2ヶ月ぐらいノーメンテです。側面汚れたら拭くぐらいはしますけど、それ以外糞とか取ってないです。ちょうどこの網の下に糞が落ちたりしてくれて、わらじ虫が食べてくれる、そんな形でやってます。でここでわらじ虫が増えれば、別のケースでさらに増やすこともできますし、まあ手間がかからなければヤフーオークション等で販売することもできるのではないかという感じですかね。まあ、こういう感じでもぴったりハマってますよと。でこれわらじ虫クレスが食べるんじゃないかっていうこともあるんですけど、はい、食べます。全然食います。ただわらじ虫ってカルシウムがメインだと言われているように、まあ、カルシウムの補助としても役立つんじゃないかなと思うんで、まあ、食べられてもいいわらじ虫を使う方がいいのかなと思います。あのお高級組はやめた方がいいかなと。食われたら結構ショックですよ多分。なので結構出回ってる種類を使うのがポイントかなと思います。でそして今回最後なんですけれども、まあ、これだけじゃ殺風景すぎるので、今回産卵を控えてるこのケースを作ったので、タッパーに水苔を入れて蓋をねカッターで切り抜いたものを横向きに入れて、まあ、これで完了って形です。でまあコツってかポイントとしては、水苔の方にタッパーを置くこと、まあ、蒸発しにくくなるよと。手前蒸発がしやすいってお話を最初したと思うんですけど、まあ、蒸発がしやすい範囲が手前、こっちが外側なのでね。で奥に行くにつれて湿度が保たれてる、まあ、わらじ虫ダンゴムシが最適なところで活動できるようにしておくっていうところです。だいたいこのシェルターここに置いておくと糞この辺でしたりします。まあ、ここで糞とかされるともうこれは掃除しなくちゃいけないですけれども、乾燥したりしてたらね、下にポトッと落としておいたらわらじ虫が群がって食べてくれたりします。なんでこういう環境で一旦終了と。あとはもう完全お好みにはなっちゃいますけれども、こういうね止まれ木代わりのを入れてあげてもいいですし、まあ、障害物みたいに置いとくでもいいですし、まあ、これは本当にケースの大きさによってケースバイケースでやってもらったらいいんじゃないかなと思います。またこの子入れて完成という形です。まあ、結論本当にもう掃除をしなくていいようにはなってくる。まあ、綺麗にね側面を拭かなくちゃいけないけれども、そこに落ちるもんに関しては掃除しなくていいようになってきます。で日々のメンテナンスっていうのも基本的にはもうこういったもので水をかけとくだけ。もちろんこれかけた時にね水が水滴ついたらクレスたちも水飲んでくれますし、今ブリードラッグは徐々にこういう風に変えていってます。わらじ虫が増えてはケースが何個か増えてみたいな形で試行錯誤しながらやってるっていう感じですね。これがうちでは新しい飼育環境っていう風になりつつありますっていうことで、まあ、いろいろとねお話ししましたけれども、まあ、今回ご協力していただいたバグバグバグズさんの SNS とかは説明欄の方に貼っておきますので、まあ、イベント等で見かけましたらわらじ虫、ダンゴムシ、まあ、その他タランチュラ、ムカデ、いろんな寄虫扱っておられます。イベントで出展されてる際はねぜひチェックしてみてください。やっぱりねその道すごくね歩んではるっていうところ、やっぱりいろいろお話聞いてるとものすごく詳しいです、うん、僕も一時期ねいじってた頃ありましたけど、寄虫系とかまあものすごく詳しいんで、もう自分じゃ到底及ばないような知識量かなと思います。まあ、今回のね飼育環境はざっくりこんな感じで終わっていくんですけど、皆さんもいろいろとチャレンジしてもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、最後にねこの飼育環境をテスト数ヶ月してきて、まあ、こうやって動画にしてるわけですけど、まあ、この環境に対しての感想を一言で言うならば、掃除の手間は減ったよって感じです。ただですよ、このわらじ虫の環境を維持しようねっていうのが結構ポイントになってくるので、まあ、それで手間って感じる方には向いてないかなっていうスタイルだとは思います。ということで今回はこの辺りで終わっていこうかと思います。なんか質問とかねありましたらコメント欄の方に入れてもらったらいいかなと思います。ではまた。